ユネスコの無形文化財に登録されている早知根神楽。親元を離れ神楽の習得に励む2人の高校生をご紹介します。グッドラックストーリー。大波佐間高校の学芸部神楽班に所属する早坂雄生さんと阿部里穂さんは、花巻市が生徒確保のために創設した大波佐間留学生として入学しました。どうしてその留学制度を使ってみようと思ったんですか？生活も一から見直したかったっていうのもありますし、勉強も基礎の基礎から叩き直して立派な大人になりたいなとも思って、自分的には本当にマッチしてましたね。神楽班が早知根神楽の伝承に取り組んだのは5年前。今では高文祭郷土芸能部門や大波佐間郷土芸能祭でも舞うほどに成長しました。神楽に魅了されてこちらを選んだそうですね。舞い手の人のただ一人だけでもあの迫力が出せたり、太鼓や鐘など一つの作品っていう感じの舞台ですごく魅力を感じました。神楽班の活動を支えているのは大津具内神楽保存会の皆さんです。月2回は神楽の館に出向き直接指導を受けています。それぞれのふるさとの、ね、地域にも郷土芸能や伝統芸能あると思いますけど、この早知根の神楽に興味を持っていただいたということは本当にありがたいと思ってます。授業や部活が終わった後は寮に帰っての晩御飯です。規則正しい生活と手厚いサポートに支えられ、2人はこれからの留学生活に思いを馳せます。ご飯とかがすごく美味しくて非常に充実してますね。遅れがちになることが多いんですよ、そうなった場合でも優しく怒ってくださったりとかして本当に成長できるなっていうのを実感を感じて生活してます。これからの目標って何ですか？太鼓もこれからどんどん上達して先輩に近づけるようないい太鼓を叩きたいですし、いつかは舞い手として舞台に立ちたいと思ってます。神楽を舞い奏でる2人の瞳は希望に満ち溢れていました。早知根神楽を伝承するぞ。グッドラック。目標に向かって頑張る人を応援し、失敗を恐れず挑戦していきます。この番組は幸楽の提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。